さあ4球目、あっと投げた、きた、いった、投げました、打った、これは強烈、入れば先制だ、伸びた、伸びていった、阪神 OB を転生させて最強チームを目指す。1年につき1名ずつ転生選手をドラフト指名し計13名獲得。14年目に突入です。開幕オーダー。1番セカンド吉田、2番センター五坪、3番ショート鳥谷、4番レフト石峰、5番サード藤村、6番ファースト佐藤輝明、7番キャッチャー矢野、8番ライト佐々木、続いて先発投手陣。先発今は先発村山、先発下村、先発小林、先発星野、先発茨城、勝利の方程式セットアッパー久保田、セットアッパー遠山、クローザー江夏、留学選手は帰国、今季は開幕前に帰国、藤村選手がミートパワー A に到達。9月下旬、佐藤選手の引退試合を開催。長年、4番としてチームを牽引してくれました。再び転生してドラフトに出てくれることをお待ちしております。今シーズンも無事に本シリーズ進出。お相手は3年連続でオリックスバファローズです。オリックスバファローズ対阪神タイガース日本シリーズ第1戦の模様をお送り。第2球投げました。阪神は初回鳥谷選手の一発で先制に成功する。先制ホームラン、どうだったでしょうか。完璧に捉えられました。マウンド上ピッチャー、阪神先発はエース井川投手。マウンドに上がります。バファロー初回はランナー三塁のピンチを迎えるものの無失点。その後は3回まで0に抑える。すると4回ツーアウト一塁から藤村選手が長打を打つ。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ中継。一塁から一気にホームに帰り2点差とする。2点差のまま終盤の8回ワンアウト満塁のチャンスを作ると、4番石峰選手のタイムリーで追加点。
第4球を投げた。打ちました。さらに藤村選手のグランドスラムで勝負あり。センターへ、センター見送った。ホームラン。球は無情にもスタンドへ。変化球を完璧。次は5球目。井川投手は9回完封勝利。阪神が初戦を制する。第2戦、ドーム大阪です。オリックスバファローズ対阪神タイガース、日本シリーズ第2戦の模様を送る。三塁はセーフ。阪神先発村山投手は初回犠牲フライで1点を先制される。ホームイン、バファローズ。さあ4球目。一方の打線は4回、5番藤村選手特大の一発で同点に追いつくと、完璧に捉えられました。藤村一振りで同点。第6球は井上選手もホームランを放ち勝ち越しに成功する。ホームランだ、ホームラン。いった。井上一振りで勝ち越し。第5球投げました。さらに5回には逸子選手の一発で2点3に。右の、そして7回は久保田投手がマウンドへ。これは内野ゴロ。ここを無失点に抑えると、久保田取ってよ。第3球は打ちました。さあ犠牲フライになるか。掴みました。犠牲フライで1点を追加し3点3に。三塁ランナーホームイン。久保田降板。マウンド上ピッチャーは期待。その裏は遠山投手がきっちりと抑えると、9回はクローザーの江夏投手。しっかりと無失点に抑え、阪神が敵地で連勝を挙げる。第3戦、甲子園球場です。阪神タイガース対オリックスバファローズ、日本シリーズ第3戦の模様を。ツーアウトから先制のランナーが出ました。バッターは先発の下村投手は3回ツーアウトから先制を許す。中継バックホーム、間に合うかどうか。バファローズ第6球を投げました。打った。二塁ランナー三塁へ。しかしその裏、ワンアウト満塁のチャンスを作ると、ナイスバッ。さあ4球目。打った。痛烈な当たり。打球は右中間に上がった。石峰選手の当たりは惜しくもキャッチされるも、犠牲フライとなり同点に。タイガース追いつきます。バファローズここは引っ張りに警戒します。ジャストミート。さらに藤村選手はヒットで続き逆転に成功。7回は代打氷川選手の一発で2点差とすると、入った入った。ホームラン。第3球を投げました。打った。最後まで反撃を許さず、これで日本一に王手をかける。タイガース日本シリーズ第3戦を見事。第4戦、日本一が決まるのでしょうか。阪神タイガース対オリックスバファローズ、日本シリーズ第4戦の第7球を投げました。打った。これは強烈。阪神は初回先頭打者吉田選手の一発で幸先のいいスタートを切る。さあ7球目。先発の小林投手は5回まで2安打無失点に抑えると、投球は3球目。投げた。その後もスコアボードに0を並べていく。鳥谷余裕があります。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。切れていきました。ファールです。9回ツーアウト、あと1人の場面。打った。抜けた。ランナーの出塁を許し、リリーフ陣に託す。さあツーアウトから同点のランナーが出ます。次は5球目。投げた。マシンで捉えた。しかし天性 OB の池山選手につながれ1打同点のピンチ。中継亀。タイガースここで引っ張りに警戒した守備位置に打ちました。ファーストマッション。ここをきっちりと抑え、ゲームセット。井上自らベースを踏んで3アウト。ゲームセット。試合終了。阪神日本一。今季は4連勝と圧勝で日本一を決めました。見事シリーズ4連勝、4打目での日本一決定となりました。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となったタイガース。オフシーズン、今季は村山投手が勝率10割を達成、井川投手は最多勝、最優秀防御率、最多奪三振の3冠。打撃陣では藤村選手が2冠を達成、3番鳥谷選手の成績が若干物足りない。
今季は102勝を達成。先発陣の若返りが必要か。契約更改。石井投手、佐藤選手が引退。石黒投手、小高投手、石渡投手、殿上投手が自由契約に。現役ドラフトでは西武の荻窪投手を獲得。そして水尾選手が移籍。ドラフトでは浅尾さん、野村さん、後藤さんが転生選手として登場。そして阪神 OB の西岡さん。2球団競合の末、無事交渉権を獲得。今季のドラフトは計4名獲得。そして江夏投手と鳥谷選手が FA 宣言。2名とも残留交渉で最大限の条件を提示。無事引き止めに成功。自由契約からの獲得はなし。そして石井投手と佐藤選手が殿堂入り。長年、セットアッパーとしてブルペン陣を支えてくれました。石井投手は歴代2位の通算ホールドポイント。そして佐藤選手はシルバー。最後の2年は藤村選手が入団したことによりファーストコンバート。打点王は計6回獲得。通算本塁打は512。通算記録のベスト10入りを果たす。海外留学は小原投手と佐々木選手をアメリカへ。オフシーズンの移籍はこの通り。今回はここまで。